はい、ようやくですね、埼玉ですね、大都会埼玉にですね、まあ、戻ってくることができましたと。途中ね、だいぶ、はしょっているので、一体いつね、どこに出発して、で、結局いつ埼玉に戻ってきたのかみたいな、ちょっと時系列がね、多分よくわかんなくなってると思うんですが、まあ、ちょっとね、いろいろとあってですね、途中ちょっといろんなところに行きまして、具体的に言うとですね、富士山ね、降りてからですね、もうそのままですね、まあ、桃を食べに行ったりとかですね、まあ、その後ね、御殿場方面に戻ってですね、で、御殿場のスーパーチャージャーですね、で、充電をした後ですね、御殿場のアウトレットで買い物をしてですね、で、まあ、帰ってきたと。で、この帰ってきてですね、はい、現在ですね、夜の、これもうね、11時と、回っててですね、もうね、もう正直ね、もうほんと正直ね、もう疲労困憊でね、もう動画もね、ちょっと撮るのもね、結構しんどいなっていう状況なんですが、はい、ですね、まあ今回ね、何のまとめをしたいかっつうとですね、まさにこれですね、このハイスピードテスト、これ今ハイスピードテストになってますが、これがですね、まさに、この、昨日からですね、昨日のまあ昼頃ですね、この埼玉出発して、からですね、この一泊二日にわたるですね、まあ、富士山遠征みたいな。はい。これのね、総括ということになりますが、476キロですね。まあ、476キロ二日間で走行したよと。で、その時のね、まあ、トータルエナジーですね、58キロワットは使ったよってところで、はい、これですね、二日間の、まあ、全行程平均電費、これが、まあ、122ワットワーパーキロメートルと、まあ、いうような結果が出たと、いうことなので、これ、つまりですね、これって、まあ、国産車で直すと、だいたい1キロワットあたり、だいたい8キロ分の航続距離を、まあ、走行できるような電費性能と。で、これはね、まあ、日産リーフはじめとする国産車乗られてる方だったらお分かりだと思いますけども、まあ、めちゃめちゃ電費性能高いんですよ。もう、とんでもないぐらい高いですね、これね。はい。ということでですね。まあ、この車ですね。2021年製テスラモデル3、まあ、スタンダードレンチプラスと。この車はですね、まあ、昨年であるですね、2021年の、まあ、3月31日に納車した車ですがですね。まあ、いよいよですね、この8月なので、まあ、だいたい1年4、5ヶ月ぐらい、1年半は乗らなかったですけども、まあね、このテスラモデル3をですね、まあ、ついに私はですね、手放す時が来ました。そのね、本当の最後の、長距離、ね、運用したということになりますが、まあ結論から言ってですね、やっぱりめちゃめちゃ電費性能が高い。そして、このね、どっか行く、この途中ですよね。だから今回で言ったら、じゃあ、御殿場のアウトレットで買い物したかったよねっていうのがあるので、じゃあ御殿場方面行くよねってなった時に、御殿場にやっぱ、急速充電ネットワークがあるので、で、そこで、充電待ちとかね、一切なくですね、期待通りの充電時間で充電を完了させて、で、御殿場アウトレットとかでね、余裕を持ってこれ買い物することができると。だからやっぱりこれを可能にしてるのが、まさにこのテスラ独自の急速充電ネットワークですよっていうところ。やっぱりね、これは、やっぱテスラ所有しなければ、やっぱりその頭では分かっていても、なかなかこれの、やっぱ良さっていうのが伝わらない。特に、これは別にね、海外だったらいいんですよ。海外だったら、350キロワット級の急速充電ネットワークがね、これは別に、テスラ以外にも整備されてるんで、別に利便性もね、大きく変わんないですよ。で、特にね、海外だともう、テスラのスーパーチャージャーも使えますから。だから、まあそういう意味で言うとね、別にどの電気商社買っても、その、電気商社の質が高ければおすすめできるんだけどね。やっぱり日本では、こういうようにして、やっぱりね、独自の急速充電ネットワークがない自動車メーカーが圧倒的多数。しかも、その急速、公共の急速充電器ってのがね、やっぱり 50kW 級ばっかなわけですよ。これだと、やっぱり一般の方が、やっぱり実用的に電気商社を長距離運用することはもうできないんですよ。無理です。だから、やっぱりね、この急速充電ネットワークがあるよねと、高性能な急速充電器があるよねっていうこの、安心感があるから人は初めて長距離に出るのであってね。結局、もうね、1年4、5ヶ月乗ってきて、この考えをもう新たにすることができましたけども、やっぱりね、いくら電気商車500キロ走れますよとか、いくら公共の充電器で別に50キロワット級だけど、なんか30分充電したら、なんか120、30キロ追加できるから、さらに
ね、走行できるので、まあ、5、600キロ実は電気自動車で走れちゃいますよと。あなたのライフスタイルで5、600キロを一気に走るような日って年に何回ありますかとか、よく電気自動車信奉者の人言うでしょ。もうね、無理なんですよ。無理ってことをもう認めてください。無理なんですよ。じゃあどうするかっつったらね、やっぱり急速、実用的な急速充電ネットワークを整備する。それによってね、それによって初めてね、人は、あーと、こんな感じで急速充電ネットワークがあるんだったら、まあ買ってみるかって。買っても大丈夫だろうって。少しずつね、少しずつ人々のね、こう足が動いていくわけですよ。で、実際に運用してみたら、あ、意外に急速充電器って使わないんだと。家充電があれば、急速充電器ってそんなに使わないんだ。あ、目的地充電器っていうのがあるんだと。目的地充電器があれば、あ、急速充電器なんていらないのかって。そこで初めて気がつくんですよ。だからつまりですね、これ人っていうのは、やっぱりね、こう安心感がないと、なかなか新しいものに踏み出せないんですよ。だから、やっぱりそういう意味では、その急速充電ネットワークがちゃんと経路箇所にちゃんと設置されているから、しかもそれ実用的だと。だから電気自動車を買ってみようっていうような、でも実際は、まあそこまで大きく使うことはなかったよねっていう。そのやっぱ安心感っていうのを醸成させるために、急速充電ネットワークっていうのはもうこれ必須なんですよ。じゃあかといってね、別に公共の急速充電器の数を増やすなんて僕は一切言いません。それは無理です。公共の急速充電器が、その万人に向けてね、非常にその UI が優れている。まあ、その全体的な UX が優れるってことはありえませんから、やっぱりこれは電気自動車を本気で売りたいって思う自動車メーカーが主体となってつけなければですね、やっぱりその安心感にはつながらないと。まあ、なのでね、この1年4、5ヶ月乗ってきて、まあ、僕がね、まあ、皆さんに何を伝えたいかっていうのはまさにね、もういろいろとあるんですよ。でもね、もう全部端折って、もうこの一点だけです。この一点だけです。やっぱり自分たちで急速充電ネットワークをつけなければ、やっぱりね、電気自動車を安心して、こう購入するっていう、こう土壌っていうのは、やっぱり醸成されないと。うん。だからそれがやっぱテスラを乗れば乗るほど明らかになってくるし、テスラだけじゃないですからね。もちろんまずリーフを持ってる。で、さらに、リーフだけじゃなくてね、日本を走ってるね、様々な電気自動車、いろんな性能テストやってますよね。だし、市街地もたくさん走らせてますよね、と。やっぱりこういういろんな、こう、まあ、ね、まだまだ経験足りないかもしれないですけど、やっぱりね、うん、このテスラの、やっぱ充電ネットワークの強みっていうのを、やっぱこの1年4、5ヶ月で、やっぱりね、もう改めて、ちょっとこれは、うん、所有したからこそ、より、やっぱりこう考えさせられる、まあ、ポイントなのかなと思いますよね。うん。はい。まあ、というようにしてですね。まあ、私はですね、ついにテスラモデル3ですね。本当はね、これ北海道遠征でね、やっぱりこの LFP バッテリーっていうね、この、これから、その、大衆セグメントでですね、もう、間違いなくこれ主流になっていく電、バッテリーということになりますけども、このバッテリーのね、やっぱ冬場における性能がどれだけなのかっていうのを試すためにこの車は買ったんですよ、自腹で。で、まあ結論としてはね、僕はね、当初騒ぎましたけども、やっぱりね、LFP、特にテスラのバッテリーマネジメントも含めて、やっぱ優秀だったなと。これはね、北海道遠征の動画見ていただければわかると思いますけども、やっぱそれが明らかになったと。いうことだと思いますし、まあ、そこがもう証明されたってことでね、まあ、僕はこの車を買った意義があったのかなと思います。まあ、いずれにしてもですね、新しい電気自動車をね、購入するまではですね、まあ、僕はこのテスラモデル3をね、もう完全にこう、手放すと、まあ、いうことになりますので、まあ、いずれにしてもですね、今後もですね、いろんな電気自動車をですね、まあ、実験して、まあ、検証して、1000キロチャレンジとか検証しながら、実際に新しい電気自動車を購入して、で、自分がね、この電気自動車を所有してどう思うのかっていうのをね、自分の自腹で買って、やっぱり、言いたい放題ね、これからも、まあ、言っていくということになります。いずれにしてもね、テスラモデル3をね、所有することによって、次世代バッテリーのね、LFP バッテリーの、やっぱりね、ポテンシャル、とてつもないなって思いましたし、やっぱりテスラの急速充電ネットワーク、独自の急速充電ネットワークスーパーチャージャー、これがあるから、テスラが売れてるってことがね、改めて分かったし、国産メーカーの電気自動車が売れてない理由ってのがね、このスーパーチャージャーってところから、もう明らかになったと
いうところがね、この車は所有してよかったなと。はい、ということでですね。まあ、いよいよですね、このテスラモデル3とのですね、別れのね、時間が迫ってきました。はい、そんな感じでですね、今後もですね、このテスラモデル3を卒業した後もですね、いろんな電気自動車のね、所有していきたいと思いますので、皆さんね、今後のね、新しい電気自動車にもですね、まあ、期待しながらですね、注目していただければいいと思います。ようやくですね、引き渡し車両のですね、引き渡し場所のね、周辺にやってきました。はい、ということでですね、洗車をね、最後の洗車綺麗にしてですね、引き渡すと、まあ、いうことになりますが、まあ最後ね、果たしてこのね、車がね、一体どういうような、まあ走行のね、こうシチュエーションをたどって、まあね、最後このね、状況に至るのかというところを、このね、特に電気自動車におけるバッテリー関係に関するですね、まあ最後ね、ちょっと総括をしていきたいと思いますが、はい、ですね、こちらですね、スキャンマイテスラですね、を使って見ていきたいと思いますが、はい、現在ですね、充電残量が、だいたいこうですね、SOC ですね、50.2% と、まあだいたいこんぐらい引き渡すということになりますが、はい、果たしてね、この車、特にね、バッテリーがどれだけ劣化しているのかというところをですね、まあこれで確認できるというところですが、この車はですね、新品状態でフルパック編入 55.1kWh というバッテリー容量が、こう、出荷時ですね、にはあったと。まあしかしながらですね、このですね、現在はノミナルフルパック 52.1kWh ということになったと。じゃあね、果たしてこの車ね、バッテリーどれぐらい劣化してるのかっていうところをね、計算していきたいと思いますが、52.1kWh と。で、これが、まあ、55.1 ですよと。はい。今のね、つまりですね、まあ、この車のですね、バッテリー残存率っていうのは、まあ、94.55% と。まあ、だから 94.6% ぐらいですか。じゃあこれをですね、まあ、100で引いてあげると。はい。つまりですね、この車ですね、新品状態時から比較してですね、バッテリーの劣化率がズバリ 5.44% という、まあ結論が出たということになります。じゃあね、この車一体ね、どういうようなね、これまで走行シチュエーションを辿っていたのかっていうところをまず見ていきたいと思いますが、まずここですね、はい、オドメーターです。ズバリ 38,404km と。いや、走りましたね。本当に。北海道遠征もやりましたし、1000キロチャレンジもね、2回ぐらいもちろんやってますし、あとは九州遠征とかもね、もういろいろとやってますから、まあ地球一周分ぐらい走ったのかなという感じになりますね。ちなみにこの車はですね、2021年の3月31日納車ということでしたので、まあ正味どんぐらいですかね。4月、5月、6月、7月。まあ1年4ヶ月、1年まあ4、5ヶ月ぐらい走行したんですかね。で、まあ3万8000キロなんで、まあ一般の人と比べたら多分相当距離は長く走っていると思いますが、まあそれでもね、まあこれでバッテリーの劣化率がズバリ 5.44% と。まあだからこれを多いと見るか少ないと見るかと。で、基本的にはですね、これ電気自動車っていうのは大体ですね、工場出荷時から結構劣化するんですよ。一方で、そこからはですね、この劣化率が、こう、収まってくるんですよ。まあ、これに関してはですね、これ電気自動車、あらゆる電気自動車ですね、テスラに限らずですね、同じような特性を示すということは分かっていますので、まあ、最初こんぐらいね、5% ぐらい下がりましたけど、こっからね、まあ、果たしてどれぐらいバッテリーが劣化していくのかと。まあ、これに関してはですね、まあ、残念ですけど、まあ、この車ね、わからないということになりますから、この後ね、引き継がれるオーナーの方はですね、まあ、ぜひですね、スキャンマイテスラをですね、まあ、使用しながらですね、まあ、この車とね、長く付き合っていただきたいなとは思います。はい。もう一個ですね、この車におけるですね、その重要な走行シチュエーションっていうのがですね、果たしてこの車一体、
急速充電と普通充電の割合がどんぐらいだったのかと。電気自動車って皆さんご存知の通りですけど、やっぱり急速充電をすればするほどバッテリーの劣化っていうのはより消耗していくんですよ。じゃあ果たしてこの車ね、どれだけ、どれだけですね、急速充電していたのかっていうところがですね、どこですかね、ここですね。見えますかね。はい、 AC チャージトータル 866kWh、 DC チャージトータル 6990kWh と。つまりですね、ここなんですよ。急速充電っていうのが 6990kWh、 そして普通充電が 866kWh ですよと、まあいうことになると。じゃあ果たしてね、まあじゃあどんぐらいのね割合をね急速充電したんだということになりますが、つまりですね、この車はですね、本当は良くないんですが、これ急速充電のですね、割合がなんと 88.97% なんですよ。つまりこの車は充電、全部のね、充電のうちですね、なんと9割近くを急速充電で賄っていたと。まあ、つまりですね、これは一つ押さえなきゃいけないポイント。つまり、この運用の方法っていうのは実はバッテリーの劣化に結構負荷をかけるような運用方法だったんですよね。それで今1年半弱3万8000キロ走行してバッテリーの劣化率が 5.4% いうことになりますし、さらにこの後ですね、バッテリーの劣化率っていうのはちょっとこう抑えめになっていくと。まあだからその抑えめっていうのがどんぐらいかっていうのはね、もうこれは検証のしようがありませんけども、まあ現状ではこういうようなね、まあ数値を示したと。はい、この車はですね、テスラモデル3 2021年製のスタンダードレンジプラスと、中国製ということですので、まあ基本的にはですね、これはテスラがね、初めてリン酸鉄系 LFP のバッテリーを採用した車ということになりますから、まあそういう意味で言うとね、あんまりデータがなかったと思いますけども、まあ現状ではこういうような数値が出てきたと。まあこれをね、多いと見るか少ないと見るかと、まあこれからのね、実際のデータね、もっと溜まっていきますから、ちょっとそこにもね、注目していきたいと。そんなようには思います。で、最後の最後ですね。はい。この車実はですね、私はですね、このトリップメーターっていうのがあるわけですけども、実はですね、このトリップメーターに関してはですね、僕は納車してからですね、一切いじってないんですよ。特にこのトリップ B のところですね。ここはですね、実際に納車されてからですね、一切、いじっていないんですよね。で、つまりですね、この車っていうのは、要するに、長距離1000キロチャレンジをやったりとか、特に日々の運用ですよね。そして、北海道遠征マイナス29度っていう極寒環境とかにも来ましたけども、全部含めて、果たしてね、どんなような燃費だったのかっていうのがここに出てくると。はい、具体的にはですね、38,404 キロ走行して、トータル 5,851 キロワットアワーという電力量を消費したと。そしてですね、はい、ここのアベレージエナジーです。生涯平均電費と言われるやつですが、答えはですね、152ワットアワーパーキロメートルと。つまり昼も夜ももう全部走行して、特にこの車はね、車中泊とか色々とやりましたから、もうそういうのを全部含めると、大体どれぐらいのね、生涯電費になるのかと。もちろん北海道も行ったし、真夏ももちろん2度も経験してると。152ワットアワーパーキロメートルと。じゃあこの数値ね、国産車メーカー乗ってる方も多いと思いますから、はい。つまりですね、この車に関してはですね、リーフとかね、その他国産メーカー税の、表示に直すとですね、大体 6.58km パーキロワットワーと、だから1キロワットワーあたり、大体 6.58km ぐらい走行できるよと、いうことになりますので、これ、障害電費ですからね、障害電費。3万8000キロ走行した後の、障害電費と北海道も行きましたから、それを全部含めて152ってのは、ちょっととんでもない、やっぱり、素晴らしい数値だったと思います。だから、特にね、直近でもですね、富士山とか登りましたけども、例えばね、このシンスラストチャージなんかもですね、アベレージエナジーが107とかね、とんでもない数値が出ているわけですから、やっぱり、このテスラモデル3スタンダードレンジプラスっていう車はですね、今現状テスラの中で、最も電気性能が高いと。いうふうに多分断言できると思います。唯一ですね、2019年製とかのモデル3っていうのは、確かに、バッテリーが、NCA バッテリーっていうパナソニック製のバッテリーなんで、確かにその分だけ、バッテリーのね、重量は軽いんですよ。ただ一方で、2019年と2020年製に関してはですね、
ヒートポンプシステムが搭載されてないんで、冬場の電気性能がもうすこぶる悪いんですよ。だからそれをやっぱりトータルで考えると、やっぱり電気性能一番トータルで優れているのは多分2021年製のテスラモデル3スタンダードレンジプラスと、まあ、いうことになりますので、やはりねこの車のですね、やっぱり異次元の電気性能ってものがですね、まあこの 152Wh/km というところからも、まあお分かりいただけたと。で、バッテリーの劣化率もね、やっぱり非常にこう抑えることができているということになりますので、まあね、この車がですね、一体次のね、方がどういう問題になるのかよくわからないですけどね、まあぜひともですね、大切に使っていただきたいなと思います。はい、そういう感じでですね、まあいよいよですね、はい、このテスラモデル3本当のね最後の最後ですね、もうお別れということになりますのでね、本当にね名残惜しいんですが、はい、ついにですねこのモデル3に関してはね、はい、売却するということになりますのでね。まあ、もしかしたらね、今後もね、2023年製のモデル3みたいなね、ものもね、1000キロチャレンジとか、多分ね、今後やっていくと思いますけども、まあね、私が多分もうモデル3を所有するってことはね、もう、生涯、多分ないと思いますので、はい。本当にね、名残惜しいですけど、本当にね、ありがとうと言いたいと思います。じゃあ、そんな感じでね、はい、ついにモデル3とお別れの時間が迫ってまいりました。Thank you.